プリオゼルスクのランドマーク、これら要塞、プリオゼルスク、または、フィンランド語、カキサルメ、スウェーデン語、ケキサムは、カレリア地境にある、ロシア連邦レニングラード州の町。ラドガ湖の南西岸の島の中央、ブオクサ川の北の支流の河口に位置する。サンクトペテルブルクヒートラ鉄道のプリオゼルスク駅がある。人口は2506人。主なランドマークである。 これら要塞は、歴史的に、カレリア地区のカレリア人の中心地であって、時に、ロシア人の領域の北西端、時に、スウェーデン人の領域の東端であった。中世より、この町は、ロシア人からは、これら、カレリア人とフィン人からは、カキサルミとして知られていた。1500年のノブゴロド公国の納税庁によれば183世帯が、これらに住み、 人口は1500から2000人だったと推測される。スウェーデンがこの地を得たのは1578年から17年間と1611年から100年間の2回あった。スウェーデン帝国ではこの要塞をケックスホルムと呼び、この地域全体をケックスホルム県とした。ロシアがこの地域を完全に確保したのは大北方、戦争である。街のスウェーデン名は、 ケグズゴリムの形で残された。戦争と1300年、1580年、1634年、1679年に起きた大火災により住民の人口は減少させられた。町に最初の裁判所のできた1800年には人口はわずか400人であった。1812年、3年前に設立された自治区域フィンランド大に 皇帝アレクサンドル・ウィッセイは、ケックスホルムを、残りの古きフィンランドと共に編入した。カキサルミは、ビープリケン最小の市であった。都市の成長は1917年、サンクトペテルブルク・ヒートラ鉄道の建設と1929年の二つの、大規模な製材場とパルプ工場建設により、加速された。1939年11月30日、 ソビエト連邦の侵攻で冬戦争が開始した。1940年3月13日、モスクワ平和条約によってフィンランドはカレリアを失った。1941年から1944年の継続戦争でフィンランドはソビエトに併合された地域を再占領し、人々が街の再建のために戻ってきたが、 第二次世界大戦の終結とともに引き上げることとなった。1948年、フィンランドからソビエトに併合された他の地域と同様に解明され、カキサルミはプリオゼルスクと呼ばれるようになった。これら新しい地名は、ブイボルグ以外は歴史的な地名とは関係がなかった。プリオゼルスクはフィンランド人に代わって主にロシア人、ベラルーシ人、 ウクライナ人が多数を占めるようになった。ありがとうございます。